し上げます。浅井長政様、寝返り。バカな。後ろで長政殿が寝返ったちゅんか。このままでは前の敵とで挟み撃ちに相まするぞ。せえ、どう出る？信長。久秀、信長を逃がす人、うぬに命ず。はっ！我が輩が仕組んだと見抜いている。なのにあえて我が輩に奴の命を救えと命じるのか。悪党はお好きかね。戦なき地平見るために。久秀、信長を逃がせ。ははっ。退路に陣取る敵が邪魔よ。信長様、なおここにおらぬ味方は別の戦地で敵の追撃で食い取れております。ご愁傷さま。運命だ。やられた諸君、言いたかったかね。ご愁傷さま。材料の近江を突っ切らねばならぬ。近江の豪族は当然織田の敵だが、だが次元綱なら話が分かる。運命だ。行くぞ久秀。ご愁傷さま。耐えきれん、聞かせてもらう。織田は今まさに日の出の勢い。ここで信長様と戦えば貴様は織田の旧敵よ。だがここで信長様を救え、わ
賢い貴様ならばわかるだろう。信長殿、京への道案内をいたそう。残りの者どももさっさと逃げるぞ。信長が死なぬなら、ゾロ無ゾロはどうでもいい。固まって撤退すれば、馬財の思うつぼ。分散して引いて、敵の目も散らせ。開門。家臣東堂高虎、あんたら全員よかろう。ここで果ててもらおう。戦火よ、アザイの勝負、大谷の失望、織田追撃の目を受け、三条運命だ。
諸君、言いたかったかね。方が一枚上手か。
却できました。この地獄、我ながらよく切り抜けたものです。長政殿、なぜ、何故信長様に背いたのです？長政殿、信長様と違う道を、違う世を望んだんじゃな。久秀、大義。こたびの長政が謀反、うぬが煽ったか。うぬを許そう。また生かされた。我が輩の運命がまたあやつに歪められた。